体まあ砂地に多いんですけどもね、はい、あの砂地でまあ地盤が緩いとか弱いとか言われるところがよく起こるんですが、はい、これはあの地震の振動でもってですね、はい、砂粒と水がまあ均等に混ざった状態になっているのが普通の状態なんですけど、はい、地震の振動が加わることによってその砂と水が分かれてしまうわけですね。そうするとその砂は自然下に沈んで、うん、水は地震の圧力を地震動の圧力を受けて上に吹き上がる。あ、そうか、こう揺れて、砂が下に落ちてきて水が上に、水分が上に上がってきてしまう、それで水が上に上がってきてしまうもんですから、うん、まあ、あの弱い基礎の建物なんかですね、うん、あの足元をすくわれてひっくり返ると。なるほど、土壌の中の 土の中のこう表土に近いような上の方が水分を含んだ状態になってしまうということですね。水分を含んだ状態になってたのがだから液状というわけです、はい、あ、それでその上に向かっている建物がひっくり返ったりですね、うん、それから中に埋まってたマンホールが、うん、これはマンホールっていうのはチャールストンなしの中空っぽですからね、はい、あのその水の浮力でもって上に飛び出したりとかね、そういうようないろんな悪さをやったんです。あ、じゃあ大地震がもし豊洲で起きた時に液状化が起こると、うん、液状化によって上の建物がバタバタ倒れる危険だよと、これはまあ、あのいろんなところで至ったことで言われることですが、はい、それだけではなく揺れることによってあの砂粒が下に下がり水分が上に上がってくる、つまり汚水が上に上がってきてしまって、うん、表土に近いところがまあ、汚染水でまた再汚染される、再汚染されてしまう、という危険があるわけですね。なるほど、そういうことで、ですから、まあ、あのそうなったらもちろん市場はあの使えなくなってしまうと。あ、で我々がやっぱりこう一つ言ってるのはね、はい、とにかく地震の時の食料供給ってのはこれは重大な問題でしょう、うん、とにかくそういうような物流の、ね、センターがとにかく死んでしまったらこういう話になるので、はいはい、とにかく救援物資をぜひ市場に集めてですね、はい、そこからもうどんどん被災地に送らなきゃいけない、はい、そういう機能を持つべき市場がね、うん、そういう汚染物質で再汚染されて、うん、で使えなくなってしまうと、うんうん、いうことはこれ市場だけの問題じゃないんじゃないかと、うんうん、やっぱり東京都としてもですね、それこそリスクマネジメントの問題ですよね、おかしい皮肉な話ですけど、どう考えるか、まあ、東京都もその点は考えて、いや、その液状化対策はするから大丈夫だと、いろんな、まあ、あの工事の手法は確かにあるんですね、うん、しかし、まあ、阪神・淡路の大震災の時は限りで、うん、そういうことを考えて施行してたところでもなお液状化が起こっている。あ、で本当のところは その工事をやったから安全かどうかということは、うん、揺らしてみなきゃ分かんないわけ ですから、あんまりその辺は安易に考えない方がいいよということを私たちは申し上げて、特に地震の点から言いますとですね、まあ、中央防災会議って政府の機関で、これはまあ専門の地震学者たちが集まっていろいろ地震の未来予測をやってるわけですけど、はい、うんうん、とにかく例の東京都の直下地震というのは、あの今後30年間に起こる確率、はい、まあ、もうそう言い出してから 2,3 年経ってしまうから、うん、せっかくに26年になるか27年になるかというところです、うん、その中に起こる確率はまあ 80% くらいになる、20数年以内に起こる可能性がある、可能性が 80% で、可能性ですからもちろんないこともあり得るわけですけどね、はい、ただあのもし友達とね、はい、じゃあ20年以内、30年以内にこう東京が大地震の被害を被ることがね、うん、丸か罰かね、賭けをしようじゃないかといった時には、うん、あの起こる確率 80% だから、うん、起こる方に賭けた方がこれは有利なわけですよね賭けたかなんですけどね、それで、ですからまあ、今工事にかかっているようなね、はい、土地だとか建物なんかは、はい、おそらくその有効寿命のうちにね、うん、その地震を経験する可能性が非常に高いだろうということを言わなきゃいけない。なるほど。そうですね。その時に確かに、まあ、それでも地震は避けられない。で、その時やっぱりその被災した後復興していく過程も含めてですね、二次災害はやっぱりできるだけリスクヘッジしなくちゃいけない。それこそね。
でその時に食料とかいうものは安全に供給されなきゃいけないことを本当おっしゃる通りで、そういう意味でも汚染されては大変なことになってしまうんですよね、うん、でもうその時にそれしか食べるものがないからって食べたとすると、うん、それが原因で非常にいろいろな形でですね体調不良健康被害が起こってしまった、うん、これは地震の被災以上に悲惨なあの汚染被害ということが起こってしまう、ですね、可能性が、まあまあ、その可能性が大きいか少ないかってとこはまた議論になるところですけどね、うんうん、ただまあそのリスクはとにかく、まあ、とにかく東京の埋め立て地にこう特有なものとして、ねうん、考えておかなきゃいけないし、ねまあ、豊洲の場合はただ物理的に建物が壊れるといい以上にね、はい、とにかく埋め殺しときゃいいんでしょうという、ねね、考え方の中にやっぱりその危険が入ってくるとかないといけないわけですね。埋め殺しておけばいいというのは、ね、とにかく頑丈に埋めておけばいいという意味ですか、ね、とにかくあの表の、ね、汚れた土が取ってしまうと、はい、で綺麗な土でもってあのその後埋め戻すと、はい、で汚れた土が地下深くにあると、はい、だから汚染物質が上に上がってくる気遣いはないということですね、うんはい、でも実際にはいろいろなメカニズムで、うん、その下にあったものは水を通じて、うん上に上がってくる液状化も起こる液状化によって、氷土が再び再生されてしまう、うん、なるほどそういうリスクがあるということは分かりました。この問題先生やり始めて調べ始めて何年ぐらいなんですか。私たち学会はね会議の中卸の方々からお話を伺ったのが、はい、2006年なんですね。ああああ2006年の暮れにその当時の会長で私たちの中の畑君なんですね、はい、これは大阪の市立大学の教授をその時やってたんですけど、これがやっぱり痛々病の研究の仲間でしてね、はい、で土壌汚染問題詳しいんです、はい、でちょうど大阪でもってこれは OAP というね、ええ高級マンションのね再開発がありますね、再開発でもってですね、高級マンションが建ったところの後でもって、その敷地が重金属で汚染されているという問題が起き上がったわけですね。桜の宮ですよね。ですよね。汚染されてたんですか。とにかく高級マンションですから、まあ、いわばオークションでね、うん、普通はそういうようなこう裁判だとか、うんうん、そう紛争なんかには関係のないような方々なんですが、はい、やっぱり自分たちの資産がね、そういう形で傷つけられたということは我慢ならない、うんうん、また暮らしているうちで上でね、うん、こう危険が及ぶのはとにかく耐えられないということで思って、うん、いろいろ建設業者との間で紛争が起こったわけですね。なるほど。で、畑がも土壌汚染に詳しいからということを思ってそのお手伝いをしたわけです、はい、それを次の市場の方々がですね、うん、インターネットかなんかで探されたんでしょうかね、うん、とにかく気がつかれて、うん、で畑のところへとにかくこういう話があるから手伝ってくれないかと、うん、いうのが2006年の暮れに来たわけです。あでこういう土壌が工場はどっちだったんですかね。 OAP はね、三菱金属という、まあ鉱山会社ですから、うんはい、そこ の精錬所の跡地だったんですね。精錬所ね、だから重金属汚染がひどかったわけです。なるほど。こうした跡地をマンションとか、ショッピングセンターとかですね再開発をして、まあ、土地の価格を上げてですね、まあ、人儲けをしようとするディベロッパーとか鉱山会社、それからゼネコン、たくさんあると思うんですね。またそれをファイナンスする金融資本というのは全部含めてですけど、至る所でこういうものは大丈夫だよと言われてきたようなケースですが、実はいろんなところで問題は品質しているわけですね。築地だけの問題じゃなくて、いろんなところがあるんですね。で、まあ、そういうようなことからそれまでこう法律的な規制がなかったのが、まあ、例の土壌汚染対策法ですね、はい、あれができて。それはいつできたんですか。あれが何年だったかな。